こん,にちはえー、こんにちは。2020年6月18日、連続講座生物遺伝子ウイルス免疫医療第30回になります。本日は免疫の第4回、細胞性免疫をやりたいと思います。私は講師を務めます船橋市議で予備校講師の朝倉と申します。市議としての新型コロナ対応関係の発信は朝倉未記ある公式サイトに掲載しておりますので、どうぞご覧ください。 でえっと、本日はこのように免疫の第4回ということで、えーまあ、あの細胞性免疫をやっていきたいと思いますこの講座はこういうことでやっておりますさて、えっと、本日の,その登場する細胞は主にここですねこの T リンパ球というものが活躍します昨日、あの B リンパ球が活躍する抗体酸性の話をしたんですけど本日はこの T リンパ球が中心です それではリンパ系についてかあの昨日やったことを確認しておきますと、え血管の流れの、えっと、毛細血管のところからに,にじみ出たものが組織液として集まって、それが、えー、組織液としてにじみ出て、それが集まって、静脈と、えー、同じ方向で、えー、平,行平行というか、まあ、別の流れのリンパ系があると。 でこれは最後に左の鎖骨、笹骨下の静脈に合流するけれど、血管とは別の流れがあって、このリンパ系の中にリンパ節があって、このリンパ節の,のところに、えーまあ今日の,あの T 細胞とかも、えー、よくいるんです。ただ、ここから出発して、まああの、出て血液中もぐるぐる回ってパトロールをしているということですね。でえっと今日はサイムス、えー、T 細胞の由来は、この胸線というところで、 あの役割を与えられて教育されるから、まあ、T 細胞というふうに言っております。これ、心臓の上に乗ってる逆ハート型の臓器ですね。さて、えっと、免疫の全体像は1日目から見せている図ですが、こういうことで昨日こちらの、えーまあ、抗体というのを飛ばす体液性免疫のようなことをやりましたので今日はこちらはです、ね、細胞性免疫です。 これとこれに両方ともヘルパー T 細胞というのが関わっていると、これが免疫系の親分として、B 細胞も刺激していれば、えー、今日のキラー T 細胞系も刺激しているということで、まあ、両方の親分となっているということなんですが、これが実はもうちょっと正確に言うと2区分されているんですねで、そのこともお話したいと思います。で、えー、っと本日はあのー、獲得免疫の、えー、第2回ということになります。それでは昨日の 復習ですが、昨日はあのヘルパー T 細胞という親分に、樹状、まあえーまあえー、細胞などが情報を伝えて、その入ってきた抗原の、でそれにぴったりと合う B 細胞を増殖させて、やこの抗体と槍を飛ばして槍で羽交い締めして、抗原抗体反応を体液の中で起こさせるという反応でした。それでは本日はどうかというと、本日が実は、 ウイルス感染細胞に主に主働いていてる仕組みなんですね。でウイルスはあのウイルスに対する中和抗体という、まあ、ウイルスに対して抗体を作る機能の槍のような仕組みでやることもあるんですがウイルスはやはり基本的に細胞の中に侵入してしまいますのでえそうするとあの体液のところまでしか抗体は届かないので細胞の中に侵入してしまったウイルスに対しては対抗,、まあ、抗体では対抗できないわけですねではどうするかというとこういうことをします。 でまず、ウイルスの情報は、やはり昨日と一緒のように、あのヘルパー T 細胞に伝えられます。で、今度、それがあの、キラー T 細胞というものを刺激しまして、えキラー T 細胞というものがあのできます。ちょっとこれ、後で名前を置き換えるんですが、まあ、殺し屋という意味ですねちょ、まあ。この名前もきついので別の名前に置き換わってますけど、でこのキラー T 細胞というのが、 あのウイルス感染細胞などをもう触っています、でそうするとえ、実はウイルス感染細胞はウイルスに感染させられたという時きに、まあ、自分はウイルスに感染させられてしまいました、もう、えー、ダメですというふうに、えー、最後にこの自分のアンテナの上に、ウイルス粒子を出すんですね、ウイルスタンパクを出します。 そうすると、キラー T 細胞は、この細胞ウイルスに感染されてしまったと白は、まあ、攻撃してくださいと言っているということで、ここで直接攻撃をして破壊をしていくというのがあります。でこれがあの細胞性免疫で、ね、細胞が直接細胞を攻撃していくと、体液の中が舞台ではないということで、細胞性免疫と言っております。さて、それでヘルパー T 細胞が、えー、っと細胞性免疫、体液性免疫、両方ともに、あのー、まあ、 親分的な働きをしていると言ったんですが、実は、えー、そのヘルパー T 細胞に種類の違いがありまして、あのー、そのことを、あのーまあ、見ておきたいと思うんですね。で、まず、ウィルあのー、体液性免疫にしろ、細胞性免疫にしろ、あのーまあ、その相手方の情報を、これがまあこの赤が、 ウイルス粒子あるいは細菌の細胞壁の物質とかそういうものだと考えていただきたいんですけどこの赤という抗原を認識するためにえっと基本的には樹状細胞などが MHC という皿の上にクラス2という皿の上にこの,あの相手方の情報を差し出すんですねでそれを親分であるヘルパー T これ T ヘルパーということで TH と書いてますけどヘルパー T リンパ球が えー、T c r T 細胞レセプターという皿を出して、皿同士で挟み撃ちするんですで。その時に、この皿同士の挟み撃ちを連結するために CD4 という、えー、ものが補助分子として使われます。でえっと、そして、この、あのー、ヘルパー T 細胞と、それから体,細体液性免疫の時のあのー、こちらの樹状、えー、細胞に出る皿の MHC のは、 クラス2と言います。そして CD4 ですね。そしてヘルパー T リンパ球もヘルパー T リンパ球の2型というふうに考えます。さて、この CD というのは、クラスター・オブ・ディフェレンテーション、まあ、こういうクラスターというのは最近有名な言葉になりましたけど、白血球グループの持つその分子のグループの名称でありまして、 この CD にいくつかのタイプがあるんですね、例えば CD3 なんていうのは、実は T c r T 細胞レセプターのすべての根元にあるので、これは実は全細胞、えーえーまあ、リンパ球系であの T 細胞系で共通してるんですが、実はこの、あのー、補助分子である CD のタイプが違うんですね、ちょっとよーく見てください。次に細胞生命疫の同じ抗原定示をします。 同じように抗原定時をするのは一緒なんですが、皿で挟み打ちして、補助分子で、まあこのまあ、補強をして、お互いこ,うこの分子を認識するというのは一緒なんですが、ちょっと違うところがあります。まず、MHC がクラス1と言います。クラス1。で、ちょっとこの分子の形も若干違いますね。まあ、あのー、クラス1と言います。そして、補助分子が CD8 になります。CD8 になります。で、 これは実は、あの、非常に重要なポイントなんで、えっと、で、こっちの細胞性免疫の方は、これから詳しく説明しますけど、この結果、最後に、えー、ウイルス感染細胞を、まあ、攻撃して、まあ、やっつける、殺してしまうわけですね。で、そうすると、まあ、 最後、まあ、自分で、あのー、やっつけてくださいというシグナルを出すとはいえ、最後攻撃されて、まあ、死ぬときにやっぱり嫌だということで、嫌と言うんですね。まあ、これから私の考えた覚え方ですけど、嫌と言うと。嫌。ということで、1と8系列があの細胞性免疫です。そして、体液性免疫の方は、決して細胞は、えー細、他の細胞を殺したりせずに、まあ、槍で、えー、槍でその体液の中で舞台でやっつけますので、 細胞自身は死にません。ということで、不死ですね。不死。死なないということで、えー、クラス2で CD4、にかける4の方が、あのー、体液性免疫。で、いや、1と8の方、クラス1で、えー、CD8 の方が、あのー、これが細胞性免疫の方です。 CD4 か CD8 か、どちらを発現しているかというのが、このヘルパー T 細胞の中で、体液性に働いているヘルパー T と細胞性に働いているヘルパー T の違いです。これも偶然にもこれが1、クラス1に対応しているヘルパーは1型で、クラス2に対応しているヘルパーは2型ですので、これも一致してますから、分かりやすいんではないでしょうか。 さて、で、えー、ということで、昨日の話から復習をしますと、この、えっ、ー、と、CD、ヘルパー T、体細胞、あのー、体液性免疫では、あのー、これが B 細胞に情報を据えて、B 細胞が、あの、抗体を作るということですね。さて、いや、本日の細胞性免疫ではどういうことになるかというと、まあ、ヘルパー T 細胞が、 今度、キラー T 細胞というものをまでさっき説明してきましたけど、まあ、キラー、殺し屋という言葉は分かりやすいんですけど、やはりちょっとあまり良くない言葉なんで、最近はこういうふうに置き換えています。細胞障害性 T リンパ球、サイトトキシック T リンフォサイトというふうに、えー、置き換えてまして、細胞を、まあ、傷つけると、まあ、傷つけた結果死ぬわけですけど、こういう言葉に置き換えてます、CTL ですねで。その C を取って TC と言ったりします。で、この ATC に対して、やはり今入ってきたウイルス粒子はこうですよということを、樹状細胞などは直接 T,、まあ、あの T 細胞の CTL、細胞障害性 T リンパ球にも情報を伝えますでヘルパー。先ほど励まされたヘルパー T リンパ球は、サイトカインという励まし物質、これはあの細胞洗面器でも出すんですけど、体液洗面器でも出すんですけど、 サイトカインという励まる物質を出すと、これが活性化されて、いろんな細胞に行ったときに見つけるんですね、ウイルスがいない、ウイルスの断片が MHC の皿の上に出てないか見つけます。で、見つけたら、やはりこれはウイルスに感染させた細胞ということで攻撃をするんです。で重要なのは この皿は、えっと、全細胞が持ってるんですね。MHC プラス1という皿は全細胞が持ってます。で、皿の上に何も乗ってなければ、あるいは安全なものしか乗ってなければ、それに対しては攻撃しないということで、ウイルスに感染されてない細胞は、えー、まあ、白紙の皿を持ってるので攻撃はしないということです。で、それから他社の細胞も実、他社の細胞についてはちょっと後で説明します。はい、という形ですね。さて、その、この、えっと、CTL が、 あの攻撃をして、えー、ウイルス感染細胞ごと、えー、排除する仕組みについてもうちょっと正確に見ていきましょうで先ほどちょっと言いかけたことなんですが、えっと、T 細胞は昨日のように強線で非常に教育されてますので自分に対する攻撃をする T 細胞は胎児期に除去されておりますよって今体の中で生き残っているというか活躍している T 細胞は自分を決して攻撃しないなぜかというと 自分の MHC の形、MHC というのが、MHC クラス1というのが必ずあのどの細胞でもあるんですけど、自分の皿の形を認識していて、触って、あ私ですねと、じゃあやっつけるんでやめましょうということで、こう自然に去っていくんですね。ところが、ウイルス感染細胞の場には,サラは、皿自身は同じ形なんですけど、ここにウイ,ウイルス粒子が乗っているということで攻撃をするんです。 で攻撃の方法なんですけど、こういう仕組みです、パーフォリンという物質で、まずあのウイルス感染細胞に穴を開けます、でそしてそこの、まあ、穴も使って、グランザイムというものを侵入させます,です、グランザイムとの侵入させると、このグランザイムというのは細胞の中で自死、細胞が自ら死んでいく細胞死を促すあの誘導を起こしまして、ウイルス感染細胞が自ら死んでいくということですね。 という形になります。で、その他にも、ファスリガンドというやつで、えっ、ー、と、ファス、あの、ファスという、まあ、これ、これも自身に至るスイッチなんですけど、細胞死に至るスイッチを押すと、アポトーシスが誘導されるということもあります。さて、えっと、それでは、他人、これちょっと書き忘れたけど、非事故ですね。これは、他人の臓器を移植した時の拒絶反応なんですけど、非事故。えっと、 他者の臓器を移植した時ときの拒絶反応のことなんですけど、どういうことで起こるかというと、えっと、実は MHC のタイプというのは、えっと、この形が、まあ、この分子あの,のアミノ酸配列が人ごとに違うんですね。私と、えーまあえー、あなたは多分違うと、まあ、あの聞いている皆さんは、えー、違う、まあ、4万分の1ぐらいに一致する人がいるんですけど、ほぼ違いますね。 でそうすると、どうも皿の形が違うと。でこれは、まあ、自分じゃないということで攻撃をするんですね。ということで、自己と他者を見分けてえ、他者の臓器を拒絶するような反応もこの、この細胞障害性 T 細胞の役割です。それでは、えっとで、この先ほどから出ている皿というのが出てきましたけど、こ,のこれを MHC と言います。えっと メジャーヒストコンパティビリティコンプレックスの頭文字を取って、腫瘍組織適合性抗原複合体というんですね。で、これが、あのー、実は私たちの細胞一つ一つに自分なりの MHC を持ってるわけです。で、この MHC という名前は、あまり聞いたことがないと思うんですが、HLA と昔言われてました。HLA。人白血球抗原、ヒューマンリューコサイトアンティゲンですね。 でこれがえ骨移植なんかで重要、HLA のタイプが一致しないと移植ができないみたいな話は聞いたことあるんではないでしょうか。で、最初は人の白血球にの表面に発現していると思われてきたので、HLA と名付けたんですが、その後に全細胞の表面に発現しているということが分かって、まあ、主要組織適合性抗原複合体というに名付け、MHC と名付けました。さて、MHC のタイプは各人が持っている えー、母以来、父以来の染色体の6番目の長さですね、えー、の、えー、染色体に遺伝子が載ってます。DP、DQ、DR というのが載ってまして、DP、DQ にあんまり差がないんですが、えー、と人類の中に DR にす、えー、とタイプの差があります。えー、そして、えーと、クラス1のところ、クラス1というのは全細胞に発現するんですね。えー、全細胞に発現します。でクラス2というのが、 まあ免疫担当細胞にだけ発現すると。でクラス1が全細胞に発現して、まあ、臓器移植の時などの、まあ、骨移植の時などのポイントになるんですけど、これがまた、えー、と B のところと C のところと A のところが違うんですね。遺伝子が違う。そうすると、タンパクのアミノ酸配列も違ってきますので、例えばこれ、父と母はもともと他人ですので、まあ、他のタイプになるんですね。それ1 1、一人一人、一本ずつの染色体が違うとで。両方完全に一致しないと、 MHC のクラス1が一致することになりませんので、えー、拒絶反応が起こるんですね。で、えー、っと本当はすべての人にこの DP、まあ、DRBCA のタイプがあるんですが、簡略のためにお母さんが母方のお母さんから受け継いだ、まあ、遺伝子タイプは A としましょう。でえー、っと父方の まあお父さんあ母方のお父さんが受け継いだおじいちゃんですね、受け継いだやつを B としましょう。で父も両親が受け継いだのが CD とありますでこれ。この2人が結婚して子供を産んだ、えー、産むときに、1本ずつ染色体を持ってきますので、子供の確率としては AC、AD、BC、BD となるんですね。でそうすると、もっとたくさん子供を産んだり、あるいは確率的に言うと、まあ、4分の1は一致することがあるんですね。 で夫婦と親子間ではほぼ一致しないです。えー、一致はほぼ0%。きょう姉妹間では25%一致します。よって、えー、特に骨髄色なんかでこれをよく使うわけですけど、HLA タイプが一緒な、HLA、MHC タイプが一緒な人は、兄弟姉妹の中で25%の確率でいることがある、る逆に言うと、でも兄弟姉妹でも、例えば、ー、こ,これとこれだと1個でも違えば、えー、拒絶が起こってしまうので、 あの違いますからえ例えば偶然2人が AC タイプになってればあの2人の間で、えーとまあ、骨移植ができるということになりますでちなみに他人なんですけど他人でも、まあ、人類集団の中にこの、えー、MHC に関する遺伝子タイプいろいろあるんですが、えーまあ、そ,うそれでもそれでも 時々一致することがありまして他人でも4万人に1人ぐらいは一致していると言われていますで。だから、その4万人に1人の人を見つけて、骨髄提供、再生不良貧血などで骨髄提供を求めるのが骨髄髄バンクという仕組みであります。はい、ということで、本日は細胞性免疫の基本ですね、このサラ m h c というものを見分けて、常にこの T CTL、えー、細胞障害性 T リンパ球というのがあの、リンパ節にもいれば、同時にそこから出発して、えー、血液の中をパトロールしてるんですね。で、常に他者がいないかどうか、ウイルスに感染された細胞がいないかとか、それからちょっとウイルス感染細胞の他にも、がん細胞というのがいますて、がん細胞というのは自分由来なんですが、がん特有の抗原を、えー自 自らががんになってしまったときに、がん特有の抗原を細胞表面に出して、私が,がんになっちゃいましたという,うにマークを出すんですねで、そうするとこれも攻撃するという仕組みがありますので、常にパトロールしているとで。ちなみにこのパトロールというのは、っ、まあえー、と自らの感染した、み、え、ず、ーまあ、自らの体の中でウイルスに感染されてしまった細胞やがん細胞を攻撃することなんで、 すべていいことのように思えますが、実はそれ自身が炎症につながることがあるんですね。例えば肝炎の一部は、えー、と肝炎と聞くと、そのウイルスが肝細胞に、えー、入ったこと自身が、なんか細胞を壊して、あのーまあ、症状が出てるだと思いがちなんですが、そうではなくて、実はウイルス感染されてしまったために、 人の免疫系が正常であるがゆえに、積極的にウイルス感染細胞を攻撃するわけですね。でそうすると、その攻撃、えー、自らの CTL の肝細胞に対する攻撃自身が肝炎の諸症状を引き起こすということで、まあ、免疫というのは、まあ、あの基本的に私たちを守ってくれてるんですが、あのー、それ自身が、えー 症状を起こすここすすととととかもあるということで,すでそれが実は明日の話につながっていきます。えっと、このサイトカインストームというのが実は今、えー、新型コロナウイルスの重症ん重症の例で非常に問題になってきてるんですけど、免疫が、まあ、活躍してるがゆえに逆に、あのー、 危険な状態になり得ることがあると、で、それが制御可能かという話を明日したいと思います。で、本講座は明日で一応一括りしますが、完全にやめてしまうわけじゃなくて、別の形でまた来週から別の形でスタートしようと思っておりますので、まあ、そのご案内は明日する,するつもりです。どうもご清聴ありがとうございました。